度は、まあ、団体行動とはいえ、まあ、結局は自分が大事なやつで、第五人格はマジでそのチームが大事だから、そのチームによるわけですよ。たまたまそれはランダムなんですけど、ランダムで毎回オンラインでチーム組まれるんだけどね、その誰と相手になるかによって本当に何だろう、差があるというか、それこそマリナちゃんみたいにそのもう何でもかんでも困ってる人がいたら助けに行きますみたいな、私が直しに行くみたいな人がいて、毎回いてくれたら本当にいいんだけどそうマリナちゃんは毎回そうじゃん、誰かが仲間が撃たれたら撃ちましたって私が行ってくるとか言って、誰かが倒れたらすぐ直しに来てくれるんだけど、そうマリナちゃんみたいな人と毎回そうマッチングするわけじゃないから大変よね。そうマジで本当にマリちゃんみたいに仲間を助け相手を撃つ人がいてくれたらいいんだけどさ、まあまあ楽しかったですよ。そうマリナちゃん男気しかないから私が撃たれて死んだらすぐさま撃った相手をすぐ探しに行くか、逃げればいいのにだってさ、仲間が撃たれたってことは近くに敵がいるってことなのにさ、逃げなきゃいけないのに、あの人立ち向かっていくからね、私が撃ってくる、かっこいいゲーマーになれるかな。でもなんかその家族の話の時に、舞台やってる時に全然そのそのすごい荒野行動やってる方が多くて、その町沢のお昼公演と夜公演の間の休みの時とかにみんなすごい荒野行動やってて、私だけやってなかったから、みんな何そんな殺し合うゲーム好きなのって思ってたの、全く興味なかったけど、もうちょっと早くハマればよかったって思ったよね。まあまあ荒野行動は続けてくれたらなって思います。そうだけど、その私課金したんですよ。そのやっぱね、早く上手達するには課金することだと思って、ゲーム配信の前に5000円課金していろんなことをしたんだけど、あのね、第五人格に限っては課金すればするほどいいキャラとかゲットできるから課金した方がいいかもしれないけど、正直荒野行動に関してはそのなんだろう、あんまり課金するとかじゃなくて、やっぱあれは経験が大事だから意味なかったなって最近思います最近ね、そう荒野行動は課金しても意味ない。荒野行動は課金するお金があるんだったら何回も何回も練習した方がいいって思いました荒野行動やってたら免許取ったことがバラされあ、もうあここで行っちゃうかって思ったけど、まあまあまあ私ちょっと動揺しちゃった、やばい、このあとミハが ラジオで言うんだけどなそうなんかとにかくその2人が、私が悪かったんだけどね、まだメンバーにそのまあミハのラジオで免許取ったこと発表するよとか言わなかったから、そうだからとにかく私は免許取ったことは別に極端な話今バレてもいいけど、ミハが免許取ったことはバレないようにしないとって思って、二人がそのミハ取ったことはしとか言え、でも本番中だから言えないから、それが言わ、それを言わないかどうかすごいヒヤヒヤした。そう私は別にバレてもいいよ、だけど実は「奈々子とミハ免許取り行ったもんね」って言われちゃったらミハもバレちゃうと思って、まあまあ
車ない、車買わないよでもそのなんかなんだろう、車ないから、そう運転ってね、皆さんご存知だと思うんですけれど、車がないと運転ってできないんですよ。そう自分一人だけで運転できるものじゃないので、そうだから車がないから、そうレンタカーとか借りればいいけど、そう車というものがないと運転というものはできないので、そうただこれから身分証を気軽に持ち歩ける身分証ができるなって思ったのがすごい嬉しかった今までその大事な身分証とか、例えば選挙行く時とか毎回そのパスポートとか持ってたんですよ。でもパスポートってなんか毎日持ち歩くのはちょっと荷が重いというか、だからこうさっと免許を持っていけるのは嬉しいね。あとマジな話、なんか私は結構芸能人の方が好きな、芸能人の方が運転してる姿を見るのが好きなんですよ。いや紛失気をつけるね、うん、そのなんか良くない？私結構ゆきぽよちゃんが好きで、ゆきぽよちゃんが免許取って運転してる姿を見てかっこいいと思っちゃったの。だから免許取りたいって思っちゃったそうその企画とかでさ、私がさ運転してるとこファンの方に見せたい。でもみんな私の運転下手だと思ってるでしょ。私超優秀マンだからそう、私もミハもね超絶優秀だったから実はね、優秀だったからなんかね、まあ本音を言うと一番最初は下手だったの。その最初初めて運転する実技教習をするってなった時はすごい下手で、結構何時間か使ってしまって、その最初は直進と右折左折だけでする練習、エンジンのかけ方とかするんだけど、私それがすっごい下手で、そうめっちゃ下手だったのよ。だからみんながそれを2時間で終わるところ私2日ぐらいかけてやってて、だからすごいその教官の人に、あひょっとしたらこれ補習になるかもねって言われちゃったの、進みが遅いから。で私最初、あ私は運転下手なんだなって思ってて、そうそうなのなんだけど、なぜか後半にかけて私すごい急成長しちゃってそうなの、その大体みんながつまずくところは S 字クランクと、あと大体結構時間かかっちゃうのがその合図、違う確認して合図出してまた再確認して行動するっていう、この何4ステップあるじゃないですか、練習するやつ。それがみんな結構そう、坂道発進とかはオートマだから難しくないんですよ。その何見て、そう目視、そう目視、そう目視が結構みんな見落としできなくなって、なんか順番がごっちゃになっちゃうとからしくて、そこでそう S 字クランクと目視でみんな結構時間かかっちゃうんだけど、私それが優秀すぎて一発で終わってそうなの、最初西村さん多分補習つきますって言われたのに後半に急成長しちゃって誰よりも早く仮免取れたそうなの、確認作業そう得意、そうそう謎に、そうだからその S 字クランク練習の時一回も失敗したことなくて、だからあじゃあもうこれすぐ仮免受けれますねって教官の人に言われて、明日仮免じゃあ受けましょうって言われたので、仮免受ける日
まあ受かるでしょうって思ってて、なんだけど私ね、よくよく考えたら練習の時に S 字クランク失敗したことなかったんだけど、そう脱輪とかしたことなかったんだけど、逆にそのなんだろう、失敗したことがなかったから、失敗した時の対処法をあんまよく分かってなくてなんか失敗しちゃったらまたなんか戻してバックしてまたやり直すみたいな作業があるじゃないですか。その作業を私なんか一回先生がやってくれたけど、あんま集中して聞いてなかったのそうそうなの、それです。で私その S 字クランク毎回成功してたけど、かといってコツを掴んでるわけでもなかったの。毎回やってたらたまたま勘が当たって、たまたま勘でうまくいってただけだったから、もしその本番その勘が外れて失敗しちゃったらどうしよう、失敗しちゃったら私戻し方わかんないよって思って、それが不安だったね。そう、実際やばいかもって思ったけどできちゃったできちゃったのよ。だから受かっちゃったのよ。でもそのすごい怖かったのがさ、その運転する人と試験受けること教官と後ろに一人絶対誰かなんかいる、座ってるじゃないですか、同じ生徒が次にやる子が座ってるじゃないですか。私はその子の後だったんだけど、その子が失敗脱輪しちゃったんですよ。私は2番目だったんだけど、その1回目が私の後ろにいた子で、その子が脱輪しちゃって、しかもその2回脱輪しちゃったんですよ。だからあやばい、本番ってこうなるのってすごく思ってた。怖かった。だからでもその子落ちちゃってて、そのどうやら脱輪は2回しちゃったらアウトらしいよ。なんか1回脱輪しちゃってでもちゃんと軌道修正して戻れたら落ちないらしいけど、その試験は脱輪は2回しちゃったらアウトなんだって。まあでも私は大丈夫でした、よかった、奇跡。でもすごいさ、みんなにファンの方に補習受けたとか一発合格だったってめっちゃ質問来たけど、そんなに逆に落ちるものなのって思っちゃった。え、うん、そんなに落ちるもの、私さ自分落ちると思ってなかったが、謎の自信で来ちゃったからさ、めったに落ちなくない？え、落ちた人いるの？落ちるの？補習受けた？でもその教官曰く仮面で一番落ちるらしい。卒業試験、学科じゃなくて実技の方で、その仮面は、でも仮面でも8割が受かるんだってよ。で卒業検定になると9割が受かるんだって。学科でも学科ね結構落ちてる人いた。でもさ、その今コロナの影響で学科はさ、その従来だったら普段だったら多分1回2回受験ができるんですよ。お昼午前中に受けて落ちた人はまた午後にリベンジできるみたいな、その2回1日最大で2回受けれるらしいんだけど、今はコロナの影響で午前午後人数を極力減らすために、その午前の人は午前、午後の人は午後って1回ずつしか受けれなくて、だからもう絶対今日で受かんないとって私は思って、
そう。でも落ちるって私思わなかった。あ、でももう実は私この前ミハの配信の時に言わなかったけど、そのまああのね、結果発表の時に自分が落ちるとは思ってなかったの。受かるだろうなって思ってたけど、問題解いてる時、卒業試験の時、最後の学科の時に問題解いてる時にあれっていう問題が結構あって、そのこれ合ってんのかな、紛らわしい問題が結構あって、あの自分が解いてた、なんか私ね、その練習の時、練習問題の時は私ね95点以下取ることがなかったのよ。だから90点以上合格だから、あ受かるだろうなって思って行ったら、結構あれこれどっちだろうなっていうその問題がそういっぱいあったので、やばいかもって思って、その結果発テスト受けた後、その結果発表まで10分間だけ時間があるのよ。だからその10分の間で私は外に行って、外っていうかその会場から出て、その知っている、あの覚えている、その分からなかった問題をもうネットで検索したの。そしたら、あ自分 の, あの答えを全部合ってたから、あ多分これ受かるなって思って、あの安心して挑むことができたんだけど、正直テスト終わった段階ではやばいかなとは思った。そう、あと意外となんか迷いすぎちゃってさ、結構時間使っちゃった。まあでも受かったからいいんです。なんか本当にさ、すんごい面白い問題ない？私がすごい笑っちゃったのは、そのバイクを乗ってる時に、バイクを乗ってる時はその体を斜めにして乗ると、なんかその疲労軽減になっていいみたいな問題があって、いやもうなんでそんなおかしな問題出すのみたいなやつない？おかしいじゃん、普通にさこうやって斜めに乗ってる人いたらおかしいじゃん。体を反らすといいとかさ、斜めにするといいとかさ、問題が出てきて、そんな人いますみたいな、そうそんなさ、体を斜めにして乗ったら疲れないわなんて人いないじゃん絶対。そう、それはすぐ。あとさ、その二輪車バイク乗ってる時はその膝はこう両方極力開いて乗るといいとかさ、もう意味わかんないじゃん、どんな格好なのみたいな。そう普通はそのバイクに膝をこう前にして、膝をバイクにこう挟む状態で乗るのが普通じゃん。おかしな問題があるんだよね。膝を極力開いた方がいいって、もう見たことないそんな人みたいな。面白い問題がいっぱいあったよ。そっちとはかっこいい、かっこよくないでしょ。まあだからそんな面白い問題もあったけど、なんか分かりにくい問題もあったな。三輪車の問題ありましたか？忘れちゃった？あったかな？まあもう免許は大丈夫。まあでも運転のお仕事とかしてみたいよね。
すべてとか必ずとか怪しいよね。え、でもそうなの、そうなんだよ、すべてとか必ずとかは怪しいんだけど、でも絶対合ってるやつもあるじゃん。横断歩道で渡る人がいたら必ず停止しなきゃいけないとか、それは合ってるじゃん。違うのかな。でもそのさ、もう本当に忘れられないわ、あの問題が。赤信号では必ず停車しなければいけない、これ罰なの。緊急車は必ずではない、乗るってなかなかいないよ。まあまあ楽しかったですよ。手信号とか一生懸命覚えて、手信号あれ右折みたいな、手信号じゃないか、合図、これが左折、右折、徐行、交代って覚えた。みんな覚えてます？左折、右折、徐行、交代え、左手いるんだよ、これ。これ大事だよ、私言われた。私これで習ってよ。まあ、こっちがこっちなんだけど、両方覚えてたらいいよって言われた。あとは、警察の人が手信号やってるときは、お腹が見えたら赤、こうやってあの脇が見えたら黄色そう、私はそういう覚え方した。あとはなんだっけ、それぐらいかな。でもね、世の中ね、交通ルール守ってない人ばっかなんですよ、実際は。マジで全然歩行者優先じゃないから、世の中。そんなさ、交差点全然車の方を優先してますし、もう守ってる人なんてどこにいるのって感じじゃない？本当にガソリンスタンドとかさ、こう道路から歩道を渡りガソリンスタンドに行く場合があるじゃないですか。説明が下手くそか。ガソリンスタンドとかさ行く場合はさ、道路を走ってて路側帯、違うな、歩道、忘れちゃった、歩道を通過して歩道を曲がってガソリンスタンド行かなきゃいけないじゃん。そこいう、その歩道を横切る場合は必ず一時停止しないといけないんです。これはとっても大事なことなんです。もうしてない、ノールックよみんな本当にしてないって思って、私最近横断歩道はさ、止まろ？本当にさ、あかんって。私なんてめっちゃ確認してたよ。まあ私はただちょっとカーブの時に速度落とすのを忘れてどえらく怒られたけどそれ以外は完璧だった、本当に。いや、そのまあ一応速度は落とすんだよ。だけど速度の落とし方が甘いって言われて、そのなんだろう、速度を落とす時はもっと前々からその落とさなきゃいけないじゃん。私はその落とすブレーキを踏むタイミングが遅いんだよね。空走距離って言うんですか。そうなの。あ、ちゃんと徐行しなきゃっていうのは分かってるんだけど、そのブレーキを踏み始めるタイミングが遅いんだよね。だから良くない。そうなの。
まあいいんです、もうあんだけ怒られたからもうやるよ。でもその運転上手だねって言われてた、最初以外、最初は結構本当にやばくて心配されたけど、最後の方はあ意外とできるんだねって言われてたから、 S 字クランクで私は全信頼を戻した。本当に麻生ではね、今はもうさほとんどオートマだけど、昔はねマニュアルっていうよね。ね、でもそうね、ミハトの配信の時に言ってたけどさ、今時あマニュアル通るやつはね見えでしかないんだって教官が言ってて。しかもさ、そのそれは確か歩道、あの路上教習だったんだけど、路上教習で私以外に2人乗ってたんですよ、後ろにね。1人か1人乗ってて、その子男の子だったんだけど、その子はマニュアルだったんですよ。だからなんかすいませんみたいな感じになってた。まあでももうね、マニュアルもないって言うしね。そう、なんかさ会社とかでどうしても取らなきゃいけないみたいな人はいるだろうけど、なんか基本的になんかマニュアルを取る若い子で、マニュアルを18歳とかでマニュアルを取る子は大体親に選ばせられてるって言ってた。結構その30歳とか 20代後半でマニュアル取る人は大体仕事の関係って言ってて、18歳とか若い時にマニュアルを取る人は親に親から命令だって言ってた。そうマニュアルは楽しいって言うよね、そういうマニアの方からすると。でも私さ運転ってさ、そのなかなか私走り出せないの。なんでかっていうと、その座席に乗ったらさ、まずそのいろいろさハンドなんとかミラーとかチェックするじゃん。それだけじゃなく座席の何この動かしたりするじゃないですか。普段自分の専用の車だったらもう自分のいいような位置にあるかもしれないけど、やっぱいろんな人が乗ってるわけだから、それなりにさやっぱ幅が違うから、いろいろさこうあのブレーキ踏めてみたいな、あの自分が一番運転しやすい位置にこう席をやらないといけないじゃん。私それがもうさ細かく細かくしすぎちゃって全然走り出せない。その自分がしっくりくる距離感が分からなくて、もうちょっと詰めた方がいいかな、でももうちょっと詰めすぎちゃうとなんかハンドル回しにくいかな、もうちょっと離れた方がいいかなとか、そういうことを考えすぎて私も人より多分発車するタイミングが遅いと思う。正解が分かんなくなっちゃうの、これどうしたらいいんだろうみたいな。最初不安すぎて、そのもしブレーキ踏めなかったらどうしようっていう不安があったから、すごい座席を前にしてたの。そしたらそのこうハンドルをカーブするのが肘が椅子に当たっちゃって回せないことに気づいて、てか回せるんだけど回しにくいことに気づいて、でその時結構困ったから大変、それが大変だった、その感覚が。あと正直ミラーの角度わかんねえ。マジで
最初そのまず座席に着いたらミラーの位置確認しろって言うとこうやってやるじゃん、こうやってこうやって、こんなんもポーズにしか過ぎないわかんないんだもん、正しい位置がわかんないからとりあえず触っとく私そうだった、マジでわかんないから正しい位置がわかんないから触ってるふり触ってるふりをしてた。だってさ、そんなのさ、だいたいそんな、なんだろう、まあそのめちゃくちゃ身長が高い人だったりめちゃくちゃ身長が低い人だったらミラーの位置が大幅に変わっちゃうかもしれないけど、だいたい一緒だろうって思ってて、後方からの車見ないの、いや見るんだけど、だって駐車場にいる時にその確認するから後方の車なんかないわけじゃんだから分かんないの、どの辺で、しかも最初だからさ、まださそのどの辺になったら車が見えるとか分かんないからさ、マジで超もう適当にこうやって触って、それ違う、触ってるふりをした、これでいいですね、職人かのような顔をしていたのにミラーのとこだけ全然チンプンガンプンなの触っているふり、いや実際触るんで、でもこうやってってやるだけそう雰囲気雰囲気演技しとくでもそれで一回も困ったことなかったから、そのもしそれで一回でもうわミラーの位置ちょっと分かんないかも、失敗したかもって、もうだって運転40回30回ぐらいを実習でするわけじゃないですか、それで1回でも困ったことがあったら私も直そうって思うけど、毎回それで合ってたからこの演技が私はもう定着しちゃった演技派、ありがとうありがとう、困らなかったの1回も、そうでも絶対こういう人いると思う、私だけじゃないと思う、鏡なんで正直わかんねえ、確認確認みたいな、座席だけめっちゃやるみたいなそう座席だけはめちゃくちゃこだわるんで、ここ急に演技だからあとなんかあったかな面白いエピソード夜間はない、私はその朝通ってたの、なんかそのね、私が通ってたのって6月なんですけど、その5月に一旦コロナがすごい落ち着いて緊急事態宣言も解除されたじゃないですか、で8月になっちゃうとどうしても合宿で人が溢れちゃうから、特に新潟の教習所なんて、だからまあ今だったら6月だったら人少ないかなって思って6月に行ったら、まあ案の定人もそんな多くなくて、でそう真面目に通いすぎたせいで4週間ぐらいで終わったんだけど、その早く終わらせたかったから、その大体みんなさ、やっぱ人気な時間帯、混み合う時間帯ってさ、やっぱその11時とか、まあやっぱ午後とかがやっぱ人気なんですよ。でその分朝8時からの教習ってめっちゃ人スカスカなんですよ。だから私はスケジュール組むときに朝8時とかそういうめちゃくちゃ少ない時間帯に行くようにしてた。そしたら早く終わりすぎちゃった。そうなの。ミハとかはどうしてもそのラジオとかがあるから、ラジオの次の日とかは朝行けないから、でもその日時も私全然朝は通ってたから、ただミハよりちょっと卒業するの早かったんだよね。そう早かった。朝8時に行って、朝8時にまず1時間運転の授業をするので、1時間ちょっと休憩して1時間時間潰すわけ。そしたらまたその後
学科3コマぐらい受けて、でその後また休憩入って、また学科受けて、で休憩入って運転して終わりみたいな合宿の人並みにめっちゃ一日いた。すごい時は本当にいっぱい受けた。どうしてもそのさ、学科ってやっぱね、一回受けたやつは受けれないので、だからその自分の受ける学科の日程を組むとどうしても1時間空いちゃったりするんだけど、そう、上限あったよ。学科は上限ないけど、あの仮面までは1日2時間最大で運転して OK で、あの第2段階っていうの、仮面持ってからは3時間だった最大で。でもなかなか3時間はやっぱスケジュール的に取れないんだよね、人気だから。え、学科条件なかったよ。上限だって私とミハさ、通い始めて1日目2日目で学科5時間ずつ受けてたの。だからあの正直学科3日で終わったの最初にめっちゃ第一段階の仮面までの学科が終わって、だからある程度知識があった、ある状態であの運転し始めた楽しかった。多分あいつまたいるよって思われたと思う。短期集中型でもそれでね、実際そうなんだよね。でもさあ、卒業できたって思って、7月上旬に卒業できたんですよ。7月の頭ぐらいに卒業できて、やったーって思ってたら、そしたらその後東京とかでさ、また東京も新潟もそうだけど全国的にさ、コロナがさ流行りまくっちゃったじゃん。最悪だよねだからそれが大変でしたね。そうなの。あ、応急救護やって、ミハとやったでもさ、応急救護さちょっとはずいよね。大丈夫ですか、大丈夫ですかみたいなことやるじゃん。その私はミハとさ、もうね、もう仲良しだったからさできたけど、私以外の子たちって応急救護のペアがさ、初めまして、初対面の子だばっかりで、そうだからよかったミハがいてって思った。これ全く知らない人とペアってさ、しんどくない？そう、あなたAED 持ってきてください、あなたは電話してくださいみたいなことやるじゃんそう、私は何々をしますみたいなそう、コントコントじゃないよちゃんとやったって、若干コントだったけどちゃんとやった、学んだ。え、マジあれ多分私たちのファンの方が見たら大爆笑だと思う。ミハルとナナコがコンってやってると思うと思うわ。面白かったショートコント応急救護面白かった。あなたは電話してください、あなたは AED を、誰か手伝ってくれる人いませんかから始まるやつ。まあまあいい経験になりました。3回ぐらい大丈夫ですか、大丈夫ですかって叩くよね。まあみんな通った道だからねそうそう、みんな通った道、みんな笑ってるけどみんな通った道。で
もさ、すっごいもう本当にこういう場面って笑っちゃいけないじゃないですか。本当に真剣にやらないといけないじゃん。なんだけど、まあ、私一回笑っちゃったことがあって、そのね、そのまあ勉強受ける方々って、まあ、年齢層はまちまちじゃないですか。でも私のその応急救護した時は、まあ、10人ぐらいかな、 12、3人かないたんですけど、そのまあ大抵やっぱ同い年同世代ぐらいが多かったわけですよ。だけどその一人だけ、まあでも全然その方も多分若いと思う、35とか、まあでもその若その方も全然若いんだけど、なそのやっぱ20代前半の子たちが多かったからこそちょっと大人に見えた方がいたんですよ。でさ、その教官がそのさ、みんな健康診断受けたことあるって急に聞いてきたんですよ。でみんな受けたことがないですって言ってて、でそしたら教官が、まあでもそうだよね、若いから、今は若い子は健康診断とかやらないのか。でそしたらその教官がその35歳ぐらいの人に、あなたやったことありますかって聞いてて、でそのもうさ、もうそれ遠回しにあなたは若くないって言ってるようなもんじゃんみたいな、もう教官に笑っちゃった私そうなの、やめてあげてみたいな。別にその方だってなんかその言い方だとめっちゃさあ、おなんか年配みたいな感じじゃん。その35とかなんて若いのにさ、いじっちゃっててちょっと面白かった、もうちょっと笑っちゃった。そう、会社でみんな受けてるよね(笑)まあでもね、共感は優しかったですよ。なんだろうな、ちょっと年上、ちょっとというか50代ぐらいの共感は結構厳しい方も多かったけど、やっぱそういう時代なのかな。だけどなんか30歳とか27、8とかの若い共感はまあ基本的に優しかったかな。女性共感いた気がするけど私は当たらなかった。でもその共感ってめちゃくちゃ人数が多いから、だいたいそんな何回も同じ共感に当たったりしないんだよね。まあでも長野県出身ですっていうだけでいい人かと思われちゃうから、ありがとうございますえ、何回も同じ教会に当たったの嫌だね。私当たらなかった。でも何だかな、そのS 字クランクの時の教官の人がさその何なのかな、 S 字の時の教官がすっごい若い人で、若い、まあ、27とかそこら辺かな。その方がさ、そのここの線が見えたらカーブね、でここのまたここに来て、ここの線が見えたらまた切り返してみたいな、線をやたらというわけ。どう考えてもその線が私には見えないの。だからもう何を言ってんの全然分かんなかったここの見えるでしょ、この線、この線が見えたら曲がってとか言われるけど、どの線みたいな何の線ですかみたいな何の線なんだろうと思って、私めっちゃ線探したんだけどどう考えても見えなくて線がそうだから私が線ってどの線ですかみたいなことを言ったの。そしたら線見えないって言われて、いや見えないですって言ったら、いるんだよね
見えない人もいるって言われて、でも見える人もいるんだよねって言われて、もうその線気になるみたいな私には見えないその線気になるよみたいな本当に見える人もいるらしく私もその線見たいって思ってたなんか白線があるらしく、白線の印があるんだっていや確かに白線はあるんだけど、どう考えてもそこでそこは違う線なんですよ。何なんだろうみたいな、分かんなかった。私がその線見えるようになりたいですって謎のなんか意思をその教官に告げたら、あでも全然大丈夫だよ、あの見えない人も多いからって言われて、あの見える人もいるんだけど全然見えない子もいるから気にしないでって言われて、いや気になるみたいな、私にもその線欲しいみたいなことを思ってて、そう怖い話みたいなそう別にその線見えなくても運転できるけど、その線が見えたら確実だよとか言われて、知りたいって思ったけど一回もその線見えなかった本当に。まあまあ白い線見たかったな。でも逆にさ、そういう線がもし見えちゃってたらさ、カーブはさその S 字でしかできないじゃん。他の外行った時で、まあ言うてそんなさ外行った時に S 字なんてないけど、そんな教習所みたいにありえないぐらいくねくねしてるさ道なんてもうめったにないわけじゃん。だからいいけど、いやそうだよね、あんなにさ、そう外行った時にそんなさ白い線も見えないからまあいいんだけどさまあでも私はその縦列駐車は正直できたけど、縦列駐車も方向転換も上手だったけど、そのなんだろうな、教官がめちゃくちゃ教え方が優しくて、ここがここのが見えたら、ここの線がここの車の角が見えたらとかさここの印が見えたらハンドルを切るんだみたいな、その教習場でしか成功しない教え方だったのよそうだからマジで、あの多分他の場所に行った時に縦列駐車できない、マジで。教官すごいね、優しい教官だったの、おじいちゃん先生で、いいかここの角が見えたら縦列駐車のポイントは角角角だからなって言われて角を、今モノマネするマジ上手、角を見たらハンドル切るんだ、そしてまた後ろに行って今度こっち見て角が見えたらこっちに行くんだ、角角角だぞって言われたの。そうおそう、だからその角角角で角ちゃん角ちゃん角ちゃんで私は成功できたのよ。そう角ちゃん角ちゃん角ちゃんで私はあの縦列駐車できたんだけど、うまいねって言われたの。そうだから縦列駐車上手だったけどできない、他の場所行ったらできないと思う。他の場所に行ったらそんな角角角がないからさ、マジで似てると思う。いいか落ち着いて行くんだぞ、しんちゃんみたいな何々だぞっていう人だったの。そうクレヨンしんちゃんみたいな、いいか角角角だからな、分かったな、なんとかだぞだぞっていう人だった。だから私はもうその先生が大好きだった。2回その先生に当たったけど大好きだった。方向転換とかもそうだったな、怖
この印が見えたらまっすぐ向くんだぞみたいな感じだったからさ、あの場所で、あの教習所だからできるけど、できません、他の場所行くとできません。まあでもなんか教習所はさ、なんだろう、楽しい場所ではないけど、決して、まあ今思えば楽しかったかなって思うな。なんかあの学科の試験受けるときにさ、直前になってさ赤シートとか出してめっちゃ勉強してる子がいたの。すごいこの子めっちゃ勉強するじゃんって思って、すごい勉強熱心なんだなって思ったら、その子落ちてたんですよ。だから あの子は一夜漬けだったんだなって思いました。だから良くないよね、やっぱ一夜漬けって良くないんだなって思った。でも意外と落ちてる子いたんだよ。私はね、私卒業してから結構時間が経って受けたから2ヶ月くらい時間が空いちゃったから結構勉強し直したよね。私はね、前日にいろいろさプリントとかやったけどさ、まあでもあ、まあマジな話、前日に一夜漬けじゃなくて、一夜じゃなくて、まあ2日間ぐらいちゃんと普通に勉強したら受かるよね、マジな話。私もそうだった。私はあの時に受けたんですよ、あのアットジャムの終わりに8月31日に私免許学科行ったんですよ。その時はさ、最近でしょ。でもね、私ねすごい良かったなって思うのが、最初は7月に終わったから、その何7月に7月の上旬にあの卒業したからさ、卒業試験終わったからさ、卒業検定終わって自動車学校卒業したから、本当はその後すぐに普通だったら学科受けるじゃん。でも私あの時ね、まあ、コロナがいろいろ流行っちゃってたから学科行くのをやめてた、止めてたんだけど、もしあの時コロナ流行ってなくて行ってたら、私さ誕生日8月じゃん。免許って3回目の誕生更新って3回目の誕生日の次の1ヶ月後とかが更新日じゃん。だから7月中旬とかに私免許取ってたらちょっと損だよねって思って、そう有効期間が狭まるじゃん。そうそう、だから私8月末に受けてよかったなとは思った。それがまあまあ良かったことかな、得した。まあでも免許取れて良かったです。すごいみんなゴールド免許って言うけど、何ゴールド免許になったら何かあるの、お金もらえるの、そういうわけじゃなくて。ゴールドになると何、保険が安くなる、そうなんだ。あ、すごいみんなすごい教えてくれる、すごい教えてくれるじゃん、ありがとう。めっちゃ一気にコメント欄が早くなった、みんなが
知識を教えてくれた。さすがみんな一気に教えてくれたじゃん、ありがとう。なんだ、ゴールド免許になったらお金もらえるのかと思った。10万とかそしたらみんなゴールドになるね。ゴールド免許かも。10万もらえるのかと思ってた まあでもそうね、ゴールド免許なれるように頑張るわ。私はゴールド免許だけなの？シルバー免許ってないの？サファイアとかなんかやだね、サファイア免許。俺は2回事故ったからサファイア免許だみたいな、私は1回事故ったからシルバーみたいな、ないの？青なんだ。まあ免許取れてよかったわ本当に結構ゴールドの方多いね。でもマジでさ、なんだろう、一回やっぱりもうさ、卒業したのが6月なわけじゃん、自動車学校。あ、7月末、7月上旬か。だからさ、もうすでに約2ヶ月運転してないわけですよ。18そうです、2ヶ月半運転してないから。でも急に道路とか行くと怖いから、やっぱさ、ちょっと一旦長野のおばあちゃん家行って運転したい。マジおばあちゃんしか住んでないような町だから、まず一旦そこで運転したいな。ちょっとお父さんにレンタカー借りてきてもらおう そう、お父さんレンタカー大好きだから。レンタカー好きってどういうことって感じだけど、そう、自家用車あるよ、あるけど、なぜかレンタカーが多いから。だからね、基本的にね、マジね、車使わないんだよね、西村家って。長野にいた時はさ使ってたけどさ、東京ってさ正直レンタカー車いらなくない？むしろ持ってる方がお金かかるじゃん。そうそう、いらなくない？なんか目的地までさ車で行きたいけどさ、向こうに駐車場なかったらまたそこでお金取られちゃうしさそうそう、だから西村家はもうあんましばらく車乗ってないんだよね。あとね、長野に住んでた時に車乗ってたけど、冬になっちゃうともう車運転できないぐらい雪降るからさ、結構自転車が多かった。その遠出もしないし、本当に雪道走るともうアトラクションだから、ビッグサンダーマウンテンみたいな感じなの本当にそう、西村家そうなのよ。だから私ね、多分自家用車というものに乗るのが
人より多分圧倒的に回数が少ないんですよ。だからさ、あんま分からないんだよね、車の仕組みが。まあそんな感じで免許取って、免許の話をしていたら1時間が終わりました。もう10時です。みんな寝る時間でしょ。見て、ネイル落としたの。悲しい、撮影があるから落としたの。見て、この私のテンションの下がりを。あのね、最近1週間前ぐらいにね、可愛いネイルをしたわけですよ。なんだけどね、撮らなきゃいけなく、まあ撮らなくてもいいんだけど、まあ撮った方がいいよみたいな感じなの。そう、決してね、撮らなくてもいいんですよ。でも私真面目だからさ、やっぱ撮った方がいいかなとか思っちゃって。そう、別に撮らなくてもいいけど撮った方がいいよって時は、私だったらやっぱ撮った方がいいと思っちゃう。だからさ、ごめんね。そうで、オンラインおしゃべり会の時に見せたかったけどさ、ちょっとそれまでにさ、撮影があるからさ。ということで、ショールーム終わりします。ということで、ショールーム終わりします。もうネイル6000円もしたのに、ありがとうございました、ショールーム。それでは次のオンラインおしゃべり会は18日です。皆さんお待ちしています。ということで、ありがとうございました。バイバイ。テンションだと下がりです。バイバーイ。ありがとう。おやすみ。